当に木山さんで怖くてね、俺みたいな感じですよ正直怒られるんですよ。皆さんこんにちは。野球原点をご覧くださいましてありがとうございます。今日はプロ野球ヤクルトで活躍なさいました飯田哲也さんにお話を伺います。飯田さんは1968年昭和43年のお生まれです。拓殖大学光陵高等学校では3年生の時に春夏連続して甲子園に出場を果たしています。ドラフト4位でヤクルトに入団するとゴールデングラブ賞を7年連続して受賞なさいました。盗塁王にも輝いています。西武との日本シリーズで見せたセンターからのバックホームは今も語り草です。2004年に楽天に移籍しました。引退後はヤクルト、そしてソフトバンクホークスでコーチを務め、母校拓大光陵高校でもコーチを務めていらっしゃいます。飯田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はなんかここでしか聞けないことを聞けと言われていますので。そうですね、はい、まあ喋れる範囲で。わかりました、よろしくお願いします、はい、センターの守備につく前って結構いろんなポジションやってるんですよね。まず入った時は、キャッチャーですね。キャッチャーですよね、はい、その時八重樫さんもいれば、まあ、畑さんもいれば、うんうん、まあ、90年には古田さんも入ってきましたけれども、はい、その中で自分はどうでしたか。まあ、僕はもうキャッチャー経験が本当にもう高校の3年生の1年だけだったので、キャッチャーじゃなきゃいけないんだっていうのはなかったですね。意外と淡白だったんですか、キャッチャーに関しては。まあ、経験もないですし、まあ、逆に言えばやりたくなかったですけどね。じゃあ古田さんが来て、あとライバル心を持つどころか、まあ、その当時はやっぱり自分からセカンドやらせてください、内野やらせてください、外野やらせてくださいって言える時代じゃないので、だプロにキャッチャーとして入ったわけだから、やっぱチームもキャッチャーとして育てる。で、野村監督が来て、まあ、僕の足を見てくださって、なんでお前キャッチャーやってんだって話になって、だから野村監督が来てくれて、僕は本当にこう芽が出たというかね、見て僕のことを見つけてくれて本当にありがたいです。センターに行く前にセカンドもやってたんですよね、はい、セカンドやってたというかやらされたというか、代打で出てホームラン打って、はい、そのままセカンドつけって言われて、もうそのまま1年セカンドになっちゃったんで。それまでセカンド経験っていうのはないですよ。高校時代含めて全くないです。全くないです。だって連携プレーだってあるし、難しいポジションですよね。まあ、一応キャッチャーだったので、このサインの時はセカンド入ってショートが牽制入るとか、こう動き方は分かってましたけど。でも他にもセカンドできる人ベンチにいます、います。いや本当にだから何で俺みたいな感じですよ正直。もう次の日からもう1番セカンド飯田だったんで、いや練習の時に一番行くぞと、僕ですかみたいな感じですけど、それがもうシーズン終わりまで続いたんで、まあ、よくやったなっていう自分の中でね。ですよね、はい、ゲッツーなんて池山さんとやるわけですよね。そうですね、本当池山さんで怖くてね。怖かったんですか。まあ、ちょっとボールがそれると、まあ、怖いっていうほど怖くないんですけど、あの人もおふざけ好きなんで和ませてくれようとしてたのかもしれないですけど、ちょっとこう僕にはこう怖いイメージはありました。年上ですもんね、はい、なんか同室だったって話も。はい、同部屋でした。キャンプの湯間キャンプとね、毎日ルーティーンがありまして、木山さんが起きる前にまずコーヒーを入れて、で時間になったら朝ですって起こして、コーヒーどうぞっつってコーヒー出して、で氷を取りに行って、クーラーボックスに氷を入れて、がもうルーティンです。そうなんですか。で氷のね争いがすごいんですよ。あ、氷っていわゆる砕いてあるアイス、はい、そう、冷蔵庫が部屋になかったので、クーラーボックスに氷を入れるんですけど、早く行かないとみんなヤクルトみんな氷狙いで来るので、
早く行かないとなくなっちゃうんですよ、氷って。だからもう氷を先に入れて飲み物を冷やす体制をしっかり取らないと怒られるんですよ。なんかそういうのって中学高校ぐらいのなんか、なんとなくプロでもあるんですか？ありますよ。っていうか大体同じ部屋っていうのがちょっと意外です。なんか一人一部屋かなって思ってた。もう本当大部屋なんて当たり前でしたよ、僕らの時代は。そうだったんですか。一部のベテランの当時僕らでいうと若松さん、八重樫さんとかはもう一人部屋ですよ。あ、まあじゃあ重鎮だけが一人部屋で、はい、もう本当そうです。あとはもう2人部屋、4人部屋、8人部屋、まあそんな感じでしたよ。へー、うん、そうです。じゃあ池山さんを起こして飲み物を出して、はい、そうです。そういうことも気をつかないといけない。そう、ルーティーンですから。はい、なるほど。でその池山さんとショートセカンドを守って、はい、結構ドキドキしましたね。そう、まあセカンド守ってる時点でドキドキしてますから。そうですよね。妙なプレッシャーがかかってるみたいな。そう、だからちゃんとやんなきゃっていうプレッシャーはすごいありましたよ。であと飯田さんっていうと